こんにちは、ヒューガーヨイチです、えー。今回もデボーションをシェアということで、マルコの3章、マルコの福音書の3章を読んでいきたいと思います。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの日を、この人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。 イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですかそれとも悪を行うことですか命を救うことですかそれとも殺すことですか彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、 その心の堅くなさを嘆き悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた彼が手を伸ばすと手は元通りになったパリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたそれからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた すると、ガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。また、ユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうや、ツロ、シドンのあたりからも、非常に大勢の人々が、イエスが行っておられることを聞いて、身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないように、 ご自分のために小舟を用意しておくよう、弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆、イエスに触ろうとして、身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもは、イエスを見るたびに見舞いに減り伏して、あなたは神の子です、と叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう、 彼らを厳しく戒められた。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは十二人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは、彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、 彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名を付け、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ。この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。さらにアンデレ、ピリポ、 バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨノコ・ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。さて、イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、 イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた立法学者たちも彼はベルゼブルに疲れているとか悪霊どもの頭によって 悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですかもし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。 もし、サタンが自らに敵対して立ち、分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強い者の,の家に入って、家財を略奪することはできません。縛り上げれば、その家を略奪できます。誠に、あなた方に言います。人の子らは、 どんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、精霊を冒涜する者は、誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らが、イエスは汚れた霊に疲れている、と言っていたからである。さて、 イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます。と言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、 私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そして、ご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟です。誰でも神の見心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。 はい、ということで、えっと、マルコの3章ですけれど、えーまあ、1節から6節までは、えー、片手のなえた人の、まあ、安息日の癒しということですね。でこれによって、えー、パリサイ人たち、そしてヘロデ島の者たちが、えー、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めたという、まあ、もうこのイエス様の、まあ、十字架に対する布石ということが、 十字架に向けての布石というのがここに書かれています。そして七節から、十、え、一、ー、節までですね、あ、十二節までですね、は、えーまあ民衆への教えと癒しということで、十、え、三、ー、節から、えぇ、十九節が、十、え、二、ー、人の使との任命の記事です。そして二十節から、えー 30節までは、まあ、ベルゼブル論争と言ったりしますけれど、えー、イエス様がベルゼブルに取り憑かれていると、あの、立法学者たちの、えー、なんていうんですかね、あの、主張に対する、まあ、イエス様の答えというのが書かれています。そして、えー、と31節から35節までは、まあ、誰がイエス様の母、兄弟なのかという、まあ、イエス様の、えー、家族がイエス様のところに来た、 時の時、まあ、イエス様の教えということが書かれていますで、えーまあ、この中で私が教えられることは、まあ、イエス様とその弟子たち、まあ、もしくは人たちの関係ということなんですねでそれと,、えー、とこのイエス様の身内、まあ、母、えー、兄弟たちという、えー、この対比ですね イエス様の弟子たちとのつながりとの対比され,と対比される、まあ、イエス様と身内のマリア、えー、と、まあ、そのイエス様の弟たちですね弟たち、まあ、妹たちということになると思うんですがとの関係ということですねで、えー、と21節を見るとこれを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた 人々,はイエス人々がイエ,スをおかしイエスはおかしくなったと言っていたからであるとでイエス様の身内の者たちが、まあ、イエス様を信じてないということがあるわけですねイエス様はおかしくなったっていうふうに理解してたので連れ戻そうとしてるわけですね でえー、そして、えっと、31節も外に立っているイエスのイエスの母と兄弟たちが外に立ってイエス様をイエスも呼ぶわけですねでイエス様はそこに答えないわけですで、えー、こういうふうに言われるんですよね34節ご覧なさい私の母私の兄弟です誰でも神の御心を行う人その人が私の兄弟 姉妹母なのですとつまり、まあ、自分の弟子たちそのイエス様の、まあ、神の御心を行う人たちが本当の私の家族なんだというふうに言われますそして12人を任命する時もえっ、ー、とのところも、えーとまあ、ちょっと戻りますけど14節イエスは12人を任命し彼らを使徒と呼ばれた、まあ、使わされるものという アポストロスという、えー、言葉ですけれど使わされたものと、えー、呼んだんですよね彼らをでそれは彼らをご自分のそばに置くためまた彼らを使わして宣教させ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったということで、えー、とイエス様のそばにはイエス様の家族ではなく十二、まあ、使徒たちがいたということがわかるわけですね で、私たちが、まあ、誰と過ごすのか、誰と一緒にいるのかというのは、まあ、私たちが、その、誰を愛して、まあ、誰を、えー、誰のために時間を使うのかということ、えー、を表しているわけですね。で、イエス様は、まあ、そばに置く。十二使徒をそばに置く。そして、えー、この、 大勢の人がイエスを囲んで座っていたというこの場所ですねイエス様の周りには神様によって召された人たちが集まっていたわけですイエス様にとって最も親愛な者たちというのは肉の家族ではなく霊の家族だったわけですで私たちクリスチャンも イエス様を信じて、イエス様の家族となった時から、肉の家族以上に、そばにいて、助け合い、励まし合う、まあ、主にある兄弟姉妹になるわけですね。で、それは肉の関係よりも、深く、強い結びつきだということ。 聖霊によって新しく生まれた私たちは神様の家族の中に生まれた赤ちゃんとなるわけです霊的な赤ちゃんですねそしてその赤ちゃんたちをある程度成熟したお兄さんお姉さんたちが面倒を見るそれが教会クリスチャンの関わりなわけです でそれを思うときに、ああ、なんという恵みなんだろう。神のことされる。それはイエス様のそばに生きるということ。そしてイエス様によって、ご覧なさい。私の母。私の兄弟です。まあ、イエス様が私のお兄さんになってくれるということなんですよね。これは、ただ、 神によって恵みによって実現される新しいさらに深い肉の関係を超える結びつきだということなんですね。まあそのような、えー、素晴らしいまあ交わりに私たちが入れられていること、あのヨハネは私たちの交わりとは。えー あちょっと読みま第一ハネの手紙の最初のところですね第一ハネの手紙の一章の3節ですね私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えますあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです私たちの交わりとは未乳また御子イエス・キリストとの交わりですというふうに言っているんですよねそしてこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ちあふれるためです 知知また御子イエス・キリストとの交わりに入れられるそして、まあ、生徒の交わりですね私たあなた方も私たちと交わりを持つようになるためですでこのことによって私たちの喜びが満ち溢れるということなんですよねだから兄弟姉妹たちの交わりの喜びということがあるわけです、まあ、これ私が、えっと、お話を毎朝できるのはこれ義務だったらできないわけですよね 御言葉を兄弟姉妹ととと分かち合うといういことそして、まあ、自分自身が教えられた恵みを分かち合うということ、まあ、それは本当に道々、えー、また御子イエス・キリストとの交わり今私たちこの瞬間に持っているということなんですねそしてそれは喜びが満ち溢れるためだ、まあ、こうやって分かち合いをしながらまあ兄弟姉妹たちが、えー、これを聞いて まあ喜んでくださるっていうことを考えるだけで、私の心も喜びで満ちてくるわけですね。まあ、このような素晴らしい交わりが与えられていること、本当の生きた関わりが <coughs> 与えられていることを感謝したいと思います。天皇お父様、イエス様は、弟子たちのかとの関わりを何よりも大切なこととして、そして喜びと 平安に満ちた交わりとして肉の家族との交わりよりも大切にされたことを、えー、今日見ました私たちもその交わりに入れられていますイエス様を喜び父なる神様を喜び精霊の交わりを喜びながら互いに交わりを持ち励まし合い祈りのうちに互いを覚え 愛のうちに歩むことができる一日となりますように。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。